ケイトウ・ィンスレット、CBE は、イギリスの女優。7度のアカデミー賞ノミネート経験を持つ、実力派女優として知られ、第81回アカデミー賞では、愛を読む人で、主演女優賞を受賞した。イングランド・バークシャー・シュレディングで生まれる。祖父母、両親、おじ、姉と妹も俳優である。 英国国境会派として育ち、11歳から16歳まで地元の演劇学校に通った。学生時代は足の太さや体格などでいじめられたという。コマーシャルや舞台、テレビドラマなどの出演を経て、1994年にベネツィア国際映画祭銀獅子賞を受賞した乙女の祈りで映画デビュー。 翌年公開のいつか晴れた日にでアカデミー助演女優賞にノミネートされ、英国アカデミー賞では助演女優賞を受賞した。1997年公開のハリウッド大作、タイタニックのヒロイン、ローズ役で一役知られるようになり、この作品でアカデミー主演女優賞にノミネートされた。また、タイタニックやハムレット、クイルズ、ネバーランドなど、 コスチュームプレイの作品が多いことから、コルセットケートというニックネームが付けられた。2000年のグラミー賞で、ベストスポークンワードアルバムフォーチルドレンを受賞。2001年には、クリスマスキャロルの主題歌である、ホワット・イフというシングルをリリースし、イギリスでは初登場6位、アイルランドでは初登場1位を記録した。同年公開の、 アイリスで若き日のアイリス・マードックを演じ、アカデミー助演女優賞に、ノミネートされた。2004年公開の、エターナル・サンシャイン、2006年公開の、リトル・チルドレンでアカデミー主演女優賞に、ノミネートされた。また、2005年に、BBC で放送されている、エキストラ、スターに近づけ、2ゲスト出演し、エミー賞ゲスト女優賞に、ノミネートされた。 2008年公開のレボリューショナリーロード燃え尽きるまでと愛を読む人の演技により第66回ゴールデングローブ賞では前者の作品で主演女優賞を後者の作品で女演女優賞とダブル受賞を果たした第81回アカデミー賞では愛を読む人で主演女優賞を受賞した2011年に HBO で放送されたテレビミニシリーズ ミルドレッド・ピアース幸せの代賞で、エミー賞、プライムタイムエミー賞主演女優賞を受賞した。2012年には、大英帝国勲章第3位 CBE を除勲された。2014年現在、33歳で6回のアカデミー賞ノミネートは最年少記録でもある。2014年3月17日には、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームの2520番目の星を、 獲得した。2012年にはすでに星の獲得が決定していた。過去にダークシーズンで共演した俳優兼作家のステファントレンドレや俳優のルーファス・シーウェルと交際していた。タイタニックやレボリューショナリーロード燃え尽きるまでで共演したレオナルド・ディカプリオとは親友でよく連絡を取り合い食事にも行く。そのため彼女の子供たちは彼によく懐いている。 1998年11月22日、グッバイモロッコの女監督のジムスレアプレトンと結婚。2000年10月12日に長女を出産したが、2001年に離婚。2003年5月24日、舞台演出家兼映画監督のサム・メンデスと再婚し、同年12月22日に長男を出産。家族と共にロンドンとニューヨークで暮らす。 2010年3月15日、すでに、サムメンデスとは、別居をしており、離婚手続き中であることを弁護士を通じて発表。その後モデルのルイス・ダウラーと交際していたが2010年11月、破局が報じられる。2012年12月、バージングループの創業者、リチャード・ブランソンの老いネット・ロックンロールと結婚した。 2013年12月に、ロックンロールとの間に夫婦にとっては、初めての子供で、ケイトにとって3人目の子となるベアを出産した。ありがとうございます。